よし。よし。よっしゃー、やります。どうも、シンビスト、石田貴博です。今日はですね、今週来週、シンビストの、出没情報ということで告知の方をさせていただきたいと思います。今週ですね、3月の22日から24日、22、23、24の3日間ですね、福岡、平田ナーセリー、オドテンさんでですね、福岡ラン展が、開催されます。まあそちらの方にですね、国内、有数のというか、小先輩たちがですね、数々出展をされるんですけども、石田ラインも今回初めてですね、お仲間に入れてもらって、出展させていただきたいと思います。なので、シンビストも馳せ参じます。3日間、フルでですね、販売のイベントになりますので、たくさんの、シンビジウムを持っていきたいなと思ってます。今いろいろ厳選してですね、たくさん準備してるので、来られそうな人ぜひですね、楽しみにしていてください。いろんな、めちゃくちゃいろんな品種を持っていけるんじゃないかなと思いますので、隠し玉とかもね、隠し玉って言うとおかしいかな。いろいろ仕込んでます。また、明日にでも、まあ、福岡ラン展に持っていく、シンビジウム、ちょっとは紹介動画も作れたらいいなと思ってますので、また楽しみにしていてください。3日間販売があるんですけども、私はですね、22日の、13時から14時、ここの1時間枠でですね、実は、講演会の方もさせていただく、いただけるようになっていて、シンビジウムの育て方、楽しみ方についてですね、1時間お話し、させていただきますので、そちらの方もぜひね、参加できそうな方はですね、参加していただけると嬉しいなと思います。まあ、またそれ以外の時間もずっと私店頭おりますので、まあ、ご興味ある方はね、たくさん質問もしていただいたりとか、物色もしていただいたりとか、やっていただけると嬉しいなと思います。まあ、すごいビッグネームの先輩方も、たくさんいらっしゃるので、まあ、現地ででもですね、私も、まあ、いろんな、もの、いろんな方、たくさんの出会いを楽しみにですね、馳せ参じますので、福岡でお会いできる方、ぜひですね、なんていうかな、気軽に声かけていただけたら嬉しいです。そして、来週ですね、29日の金曜日はですね、今期3回目になります、兵庫県の宝塚にあります、陽春園さん、こちらの方でですね、今度は、植え替え株分けに関する、講習会をさせていただきたいと思います。植え替え株分け相談会については、時間枠が10時半から12時までの時間枠で、定員、有料になります。相談会費が1100円で、で、鉢代とか土代とかが別途という形になるんですけども、こちら定員12名という定員で設定させていただいていて、で、まだ、定員枠、ご予約の方受付、枠がありますので、ご興味ある方はですね、ぜひ陽春園さんの方にお電話で、問い合わせの方してみてください。もうちょっとだけ、定員、空きがあったと思いますのでね、ご興味ある方、ぜひぜひ、電話の方してみてください。で、私はまあ、一日陽春園さんの方にはいますので、午後も。なので、また、その、相談会以外のところでもですね、ご質問等々ある方はですね、私は気軽に捕まえていろんな質問をしていただけたら嬉しいなと思います。今期はですね、陽春園さんと、まあ、お話ししてですね、こうやってこう、継続的に、こう訪問させてもらってですね、お店のお客さんとつながって、お店のスタッフさんともつながって、こういう関係を築いていって、で、まあ、園芸シンビジウムの楽しさ、小型シンビジウムなんかの面白さ、そういったものをですね、もっともっとこう、人と人とのつながり、そして植物も、なんていうかな、絡めたつながりというか、そういったものでこう、複合的に、みんなで
盛り上がっていけるというか楽しんでいけるような関係を作れたらなという試みで今期取り組んでます。そのなんというかな、今期の集大成になるんじゃないかなと思ってる3回目なので、私も、とっても楽しみにまた今回吉園さんの方行かせていただきます。なので、まあ、今すでに、ね、ご予約いただいてる方もそうですし、また、相談会では来れないけど午後来てくださる方とか、ご興味持ってくださる方とか、そういった方々ですね、皆さん、お会いできることをとても楽しみにしてますので、ぜひ、29日金曜日ですね、こちらの方でも、養殖屋さんの方足運べられ られる方、ぜひぜひ、お越しください。ぜひ会いましょう。そして翌日の30日の土曜日ですけども、今度は、堺、大阪の堺市にあります、アトリエアジサイさんでですね、実はこれも初めての試みというか、どうなるかワクワクしてるんですけども、シンビスト石田隆弘の神美大学ってこの YouTube チャンネルをさせていただいてますけど、まあ、そのリアル版ということで、シンビスト石田隆弘の神美大学アットアトリエアジサイというイベントを、します、こちらは10時から13時、ここの時間帯で、まず、イベントさせていただいて、その時はまたそうだな、まあ、アトリエアジサイさんはブリコラージュとかでこのミニのシンビジウムの寄せ植えなんかしていただいているところなので、まあ当日ですね、またこうこれフォアゴットンフルーツっていう、これもミニのね、今これサンズンの鉢になります。まあこんなシンビジウムもお持ちしてですね、皆さんといろんなお話をしながら、で私がこうシンビストが手掛けているシンビジウムじゃなくてもですね、シンビジウムに関する、いろんなご質問等々あればですね、当日受け付けてですね、いろんな、やり取りをさせていただきたいと思ってます。いろんな疑問に答えていきたいと思ってますので、まあ、参加、される方はですね、もうお気軽にというか、もう質問いっぱい構えてきていただいてもいいので、ぜひぜひお越しください。なんか松本先生がすごいお家にある何年14年って言ったっけな、何年って言ったっけな、なんかすごい長年置いてほったらかしてあるなんか大鉢を持ってきてくださるそうなので、それもまた株分けのね、実演というか解体ショーもしてみたいと思いますので、まあその場合はこう私がやるってよりは松本先生にちょっと実際に体験してもらおうかななんて思ってますけども、とってもね、その当日が楽しみで、なりません。でなんていうかな、午後も一日私はまたアトリエアジサイさんの方にいるんですけども、午後またですね、イベント終わった後も私は、その場所にいて、でまあ皆さんといろんなお話というかね、質疑応答も、普通にたくさんやりたいなと思ってますけども、それプラスでですね、私自身もこの、ミニのシンビジウムを使ったブリコラージュなんかを体験させてもらって、またねこのミニのシンビジウムを使ったなんていうかな、可能性とかそういったものを自分でも、感じたりとか、新しい可能性をまた模索したりとか、そういう、機会、そういうきっかけになるような一日になってくれたらなと思ってますので、ちょっとねこうなんていうかな、試験的なというか挑戦的な一日になるような気がして、とてもワクワクしています。まあ、皆さんからもね、どういった質問がこう投げかけられるかっていうのを楽しみにしながら当日を迎えたいなと思ってます。まあ、こちらの方ご興味ある方はまたアトリエアジサイさん、松本先生の方にですねメッセージを送ってですね、なんか参加したいんですけどとかっていう、問い合わせをしてみてください。ご興味ある方はぜひぜひ、問い合わせお願いします。まあ、そんな感じでですね、まあ、3月、まあ、シンビジウム成長期ですっていう動画も出してますけども、まあ、非常に農場でももうやりたいことづくめなタイミングでですね、まあ、走り回っているんですけど、まあ、その中でですね、まあ、それをしながらですけど、それと並行してこのタイミングで、まあ、皆さんとも、お会いして、まあ、なんていうかな、いろんな
こういったシンビジウムをご紹介もしたりとか、またいろんな質問とってもたくさんあると思うので、まあ、その辺を生でね、質疑応答したりとか、そういった機会を作れたらなと思って頑張って動いていきますので、まあ、各地でですね、もしもお会いできる方なんか気軽に本当声かけていただいて、いろんなお話を、させていただけたらなと思ってますので、ぜひぜひ声かけてくださいね。ということで今日は、イベントというか、告知の、動画になります。ということで、まあ、お会いできる方とっても楽しみにしてます。今日の動画が良かったと思ってくださる方は高評価、そしてコメントの方も、ぜひですねよろしくお願いいたします。自分はねここのエリアなんだけどこっちにも来てなんていうラブコールなんかもあればぜひコメントでください。嬉しいです。またチャンネル登録まだの方、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた。スイッチオフ、スイッチオフ。